はい、どうもゆたです。今回はちょっと愛車紹介シリーズということで、まあ第2弾ですかね。ちょっとまあ僕の友達なんですけど、ちょっと翔さんがちょっとスイフトスポーツ買ったんで、ちょっと紹介したいと思います。じゃあオーナーさんどうぞ。どうも、翔です。僕のお友達の翔さんです。最近ちょっとYouTube も始めたみたいなんで、ちょっとまあ概要欄に貼っとくんで、ちょっと見てあげてください。お願いします。じゃあ早速ちょっとまあ外見から紹介してもらいましょうかね。じゃあちょっと早速いきます。はい、じゃあスイフトスポーツで ZC33S、まあ、一番新しいスイスポですね。そうですね。はい、じゃあちょっと前フロント周りから見ていきましょうか。まずケインフックがちょっと黄色が目につきますね。これレイルのケインフックです。レイルの僕もつけてるやつですね。じゃあ一緒ですね。一緒っすね。で下のそのフロントリップはこれ車外ですかね。これトラストのフロントのリップスポイラーをつけてます。なるほど、トラスト製ですね。ミトソーです。ミトソー。これ純正でリップとかってあるんですかね。鈴木から。鈴木から。うわ、なかったと思いますね。まだ。なるほど。あとはなんか横にちょっとちょびちょびって生えてますけど、カナードですかね。これカナードですね。汎用の。汎用の3つ、かわいいですね。あとはこれナンバーのここら辺が結構カーボンなんですけど、はい、ここは純正ですか。カーボン、ここは純正ですね。ああなるほど。この枠とここは変えてます。ああなるほど。結構マッチングしてて、いやいいんですよこれ。いいですねこれは、うん、綺麗ですね。はい、はい、フロントはじゃあこんな感じで、エンブレム変わってるんですよ。エンブレム、あ、なるほどこれ純正メッキなんで。あ、そうなんですね。なるほど。なんか違和感がなさすぎてちょっと気づかなかったな。純正メッキなんでこれ。はい、これいいですね。ワンポイントで。これいいっすよ。あとは見た目的にはそんなもんですかね。こんなもんですかね。あとはモンスターのステッカーが貼ってありますね。これかっこいいんだって思う。あとホイール、ホイールこれ何ですかね。どこのですか。これワークの、エモーションの T7R ですね。なるほどですね。やっぱスポーツ系のね車はこういうの合いますね。いやこの色が好きで。あいいですねこれ。最高です。かっこいいです。これナットは、これはどこのですか。ナットはプロジェクトミューの。あ、プロミューですね。なるほど。ふむふむ。あんま読んないでください。サビが目立つ。ハブのサビが。あとこの横のスカートみたいのっていうのはこれは純正ですか。これ純正で、ここもなんかカーボン調になってます。いいですね。純正でカーボン調はかっこいいですね。いいですね。まあ、横はこんなもんで、リアはK14C 貼ってありますね。もちろんです。あ、これエンブレムないんですね。エンブレム全部取りました。なるほど。ない方がすっきりしてる。うん、なんかシンプルですっきりですね。あとはなんかチタンのテールエンドが見えますけど、これマフラー変わってますね。変えてます。これはどこのですか。一応ロッソモデルの、ロッソモデル、はいはい、コルバスト TIC ってマフラーです、ね。あーなるほど。リアピースだけです。あーなるほど。ちょっと音気になるんで、ちょっと後で聞かせてもらいますね。なるほど。ナンバーはこれなんか封印の方になんかアルミのやつがついてますね。ついてます。まあボルトは前も同じだった青いやつがついてますね。333って
いいですね、語呂が。いや、これめっちゃ最初車検証もらった時喜びましたね、とりあえず。これ、いや、これいいね、いいな、いいなっていうぐらいですかね、外見は。あとは一応アンテナ変わってるんですよ。あ、そうなんすね。純正の棒なんで。あ、なるほど。これいいですね。これは絶対これにした方がかっこいいと思います。これかっこいいですね。なるほど。あ、あとこれちょっと僕の WRX もリアワイパーレスになってるんでちょっと気づかなかったんですけど普通、もう普通になっちゃってて僕の中で。あのアールズのキャップです。なるほど。いや、すっきりしていいですね。なるほど。お、なんかでもなんか見えるぞ、棒が。これはピラーバーなのか。これピラーバーですね。なるほど。はい、ちょっとじゃあ次内装を見せてもらいましょう。行きます。ちょっとじゃあお邪魔します。はい、なるほど。やっぱ最近の車はちょっとピアノブラックっていう感じで、内装インテリア結構綺麗ですよね。これ全部純正赤なんですよ、カバーが。あ、赤、その青いやつ、ピアノブラックのところが。あ、ここしたよ。なるほど。そう、もう一回動きを吹かしてみてもらっていいですか。はい。なるほど。こんな感じですね。はい。聞いてる系のマフラーですね。結構やっぱ響いてるな、子守音が。次はちょっと全開加速してもらいますんで。早いな。早い。なるほど。結構低音が効いてる系のマフラーでいいですね、かっこいいですね。ちょっとじゃあ室内からマフラーの音を聞いてみましょう。結構低音が、結構低音が結構響くんですね。なんか子守音、子守音がなんか響く回転数が決まってますね。何回転ぐらいが一番。あ、この、そうですね、この回転、2500から3000ぐらいですかね。そうそうそう、ちょうどそこが。ちょうどなんか、ちょっと結構嫌な。俺、100ぐらいで巡航すると、ちょうどそこに当たるんですよ、ぐらいに。ああ、じゃあちょっと高速道路100キロ巡航は、結構疲れそうですね。ちょっと疲れますね。なるほど。
逆に結構上まで回すと逆に音しなくなります。ああ、なるほど。4000超えるとって感じですか。そうですね、4000超えてきたあたりでなんか急に静かになります。ああ、なるほどなるほど。ああ、ちょうど結構これマイクで拾えてるかな、この音。ああ、結構こもってるな。なるほど。ちょっとじゃあ一回踏んでみもらいましょう。ああ、確かに上行くと全然。そうなんですね。あ、全然静かだな、上は。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。いや、足も結構いいな、これ。これ足どこ入ってるんですか。そうですね。一応ペインのダウンサスが入ってます。ああ、なるほど。ダウンサスですか。なるほど、うん、やっぱ動きが軽いですね、水槽は。そうですね、車重が1トン切ってるんでしたっけ。990キロです。990。いやー、ダブル RX 乗ってる身からすると動きが軽快ですごいいいですね。あ、結構なんか跳ねますね。跳ねますね。やっぱちょっと突き上げ感っていうんですかね、ちょっとありますね。あの道悪いとかだとここら辺とか。ああ、なるほどなるほど。何あれ今の。何今の。なんか珍しい鳥が。結構跳ねるな。跳ねますね。今アンサスだから。なるほど。結構でも下からトルクがある感じで。そうですね。結構走りやすそうな。街乗りすごい楽だと思います。うん、今風の車っていうか、やっぱ下からトルク出る車最近多いんで、やっぱ最近の車っぽいですね、そういうとこも。そうですね。なるほど。でいて車体価格が200万以下ですからね。おー、安い。安いです。かなりじゃあ、ね、若い人たちには手が出しやすいスポーツタイプの車で。そうですね、いいですね。あと忘れてた、これオートマですね。そういえばオートマですね。それコメントですごい言われる。まあね、それはまあちょっと人それぞれですからね。まあ別にそこはね、まあ、いいと思いますけどね。いいね。スイスポの愛車紹介ですね。まあ外と内装と、まあ、マフラーの音とかですね、まあ、ざっくりちょっと紹介しました。これで一応以上になりますんで、ありがとうございました。